かわいいねこれ。あ、アイスありがとうございます。めっちゃかわいい。こんばんは、お誕生日おめでとうありがとうフライングお誕生日おめでとうよ。うん、でも言うて、待って、今何日、9日でしょ今日。だからあと3日後、本当のお誕生日12日です。7月12日。こっち、こんにちは、こんばんは。ちょっと今日はなんかテンションがおかしいので、変なテンションでお送りします。よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、なえちゃん、はーいかわいいアイス、面白いね、かわいい。緊張して、あ、誕生日にってこと、あ、違うか、13日のことだよね。緊張はね常にしてるよちょっと不安なこと、なんか私はなんか不安なことを、ん、不安、何、やばい、言葉が出てこない。なんかこうなっちゃったらどうしようみたいなことを考えちゃうのね、よく。今そのゾーンに入ってる。あ、別に悩んでるとか全然そういうのじゃないんですけど、まあ緊張はしております。ひまたぎ配信はでき、そう、ひまたぎ配信私できないので、あの12日の多分午後かな、夜ってか夜だね、うん、にしようかな、します。はい、ひまたぎ配信は何歳からできるんだ、18歳、高校卒業したらできるのかな。でも今はできないので、当日のまあ多分7時8時とか、あー、でも待って、わかんない、いや8時9時わかんない、ちょっと練習をしたいので。そう、前日なんですよ私の誕生日が、初日の。だからちょっと練習をしたいというか練習をする予定なので、多分、うん、遅くて9時過ぎぐらいになっちゃうかもしれません。いやでも頑張る、なるべく早くちょっと終われるように。こんばんは、あーちゃん、こんばんは練習もでした、ちょっと練習しないと、私は本当に心配性なので、練習をちょっとなんか自分が納得するまでステージに立ちたくないんですよだからちょっと自分が納得できるまでちょっと練習しますと言っても、もう何、期限はあるんですけど。お洋服かわいい、あ、そう、これはちょっと前に買ったお洋服着ました、かわいいでしょう楽しみ、嬉しい、ありがとうございます。誕生日翌日に公演デビュー、そうなんです、これはもうとっておきの誕生日プレゼントですね。25オンライン撮ってみようかな、ぜひお待ちしてます。私は皆さんとお話ししたいです。なんか人見知りだから、なんかあんまり喋らなそうって思われるかもしれないんですけど、私おしゃべりすることは大好きなんです、はい、よくお家で独り言言っております。モノトーン、そう、モノトーン、私の大好きなモノトーン。黒白しかお洋服ほぼ持ってない見れるの嬉しい、やったー、俺も話したいです、お、嬉しい。実際すごくおしゃべりしてる、そう、実はおしゃべりなんです。マイナさんが例えば磯の畑がマイナさんが私のお話をしてくださってるんですか、嬉しい。そう、マイナさんとあの天気の話をしましたそうで、なんか私がすぐ笑っちゃうから、
マイナさんも釣られて笑ってくれて、二人でなんかずっと笑ってました。よく笑、よくわかんない笑いを30秒ぐらいしてました。こんばんは、こんばんは。ランニングしながら星投げってすごくない？事故んないでね。怪我しないでね、転ばないでね。コールは磯丸、それともナナちゃん？コールはね、あのなー、ひらがなのなーで伸ばし棒をちゃんでなーちゃんなんです。はい、なーちゃんコールよろしくお願いします。ブツブツ言ってる私が見てみたい。ブツブツ言ってる私は本当にあのなんで、私普段何話してるんだろう一人で。なんか何してるかな。携帯をまずなくすんです。だから携帯どこ携帯どこって部屋は走り回って慌てて、で私どっかの情報でテレビか本か忘れちゃったんですけど、見たのがあって、なくし物をした時にハサミあるじゃないですか。ハサミに、あのハサミさん、ハサミさん、私のなくした何々はどこにありますか教えてくださいって言うと、あの本当に見つかるの。え、やってみてみんな。そう、見つかるって情報を知って試したら本当に見つかって、あのそれからずっとやってる私、なくし物した時、お家にいる時ね。今日もいっちゃんかわいいよって、ありがとうね。今日前髪、はい、今日ちょっと前髪を切って、切ったんです。分かった。今日いつもとメイクも違うんで、分かった。厚かけスタイル。なんか最近本当にメイク迷走してて、一旦落ち着いたんです、ちょっと落ち着いたんですけど、なんかまた迷っちゃって。そうだってさ、初日の日はやっぱりすごく可愛くしたいじゃん。だからなんかめっちゃあのなんだっけ、研究してるんです今。いろんな、たくさんの、たくさんいろんなアイドルさんを見て真似してるんです。まあ真似したところでその方にはなれないんですけども、まあ、気持ちだけでも今日は誰だ、今日は誰々さんみたいな。人見知りでも圧かけてくるので。圧かけタイム。最初は可愛くなっちゃった、直視できない。あれ、直視してよ、私しか見ちゃダメだよ、ダメだよ。でも17歳の私に会うのはもう会えないよね、みんな17歳の。まあこうやってさ画面越しには会えますけども、直接お会いするのはあのなんだっけ、浴衣祭りの時ぐらいしかなかった。次お会いするのは18歳の私ですよ皆さん。さあ18歳の私はどうなるでしょうか。どんなになるでしょう。釣るやん、私釣ってるの。こんばんは、なんちゃんしか、よいしょよいしょよいしょ。アイドルみんな可愛いのいいです。ねえ、そんな、そうだけどみんな可愛いのは知ってるけどさ。18歳のなちゃん会いに行くよ、ありがとう。大人になってる、色気が出るかな。18歳になった瞬間にさ大人っぽくなるものなのかな、より可愛くなる。アップデートしていきます。永遠の17歳って言葉がありまして、ちょっとなんかさ、なんで花のセブンティーンって言うんですか。なんでセブンティーンって花のセブンティーンって言うの。花の18はダメなの、花の18歳はダメなの。
お、13日行く？待ってます。そうだ、当落も出たんですよね。全集中してください皆さん。走り終わったら米打つから待ってて、待ってるよ。13日昼行く。お、嬉しい。そう、13日行くよ、当たったよっていろんなメールとか返信とかでいただいて、嬉しいお気持ち、嬉しい気持ち。13、15、お、そう、13日は本編に出演させていただくんですけど、15日は前座です。私何気に前座のあの制服、新しい夏仕様の制服着るの楽しみで、着たいなって思ってるんです。早く。釣れるものならどうぞだって。あ、釣っちゃうんだから。15日は行きますね。待ってます。こんばんは。よいしょ。触覚短くなったのとリップいつもと違う。そう、触覚を切ったわけではないんですけど、さ、いつもはこうやって下ろしてたのを今日はちょっとくるんって巻いてみました。これは私の好きなアイドルの方の真似です。多分前髪を見たらなんとなく誰かわかるんじゃないですか。お出迎え、そう、お出迎えにはいなくて、私。そうなんです。でも本編でたくさん私のこと見てね。鼻にクリームとかつけちゃうよ。ちょっとケーキを食べるか食べないか悩んでいてですね。そう、やっぱりちょっと甘いものは敵なので、ちょっとどうしようか悩み中。AKB の劇場公演楽曲のイベントありをまさになっちゃんのためのイベント。え、なんだそれは、なんだそれは、なんだそれは。なんだそれだ、なんだそれは。こんばんは、こんばんは。え、何それ、初知り。別名に確保されたらすまん。許さない。許さない。こんばんは。甘いものは敵。そう、敵なんです。でも甘いもの好き。 お菓子大好きだから、私蒲焼きさんとかよっちゃんイカとか、食べてほしいお気持ち。いや、そう言ってくれて嬉しいお気持ち。ざわつく。イベント知らないぞ私は。なんだそれは。 AKB さんのイベントかな。こんばんは。可愛くて最高、ありがとう。そうなんです、音楽の日ね、すごいですよね。ヨーグル、あ、ヨーグルも、でもヨーグルはなんかね、気分で美味しいって思う時とちょっとあんまりと思う時がある。どういうことって感じ。私はなんかちょっと気分でヨーグルはちょっと好きな時もあるし、ちょっとダメな時もある。土曜の昼公演行きます。お、嬉しい、待ってます。
よちゃん好きです。私イカ系が大好き。可愛くて仕事ができませんだって。嬉しいけど頑張って、お仕事頑張って。誕生日おめでとう、ありがとうございます。こんばんは。7月の缶バッジ引き当てらなかった。ああ7月は確かペンギンでしたっけ。走れペンギンそう、お酒のおつまみ大好き大好き。あ、干しホタテ、え、分からん、干しホタテは食べたことあるか分からないけど、あの貝ひも、貝ひも好き、美味しい。お仕事終わりの癒し、ありがとう。いやいやいや、偉いです皆さん、お仕事を頑張って、まずこの一日を過ごしていること、とても偉いです。よいしょ、癒されタイム、よかったタイム。よいしょ。ペンギン感ある、私、嘘だ。でも私ペンギンと触れ合ったことありますよ。あの遠い昔、嘘、そんな遠くないけど、あのさ、いつだ、小学校5年生か6年生ぐらいの時に、あのアドベンチャーワールドに行きまして、そこでペンギンと触れ合いました。あの写真撮りました。エイヒレ、何それ、エイヒレ食べたことない、美味しそう。でもあのあれ好き、あれエイだよね確か、あのさ中華のあのさスープみたいなやつ、なんだっけ名前忘れちゃった、中華のなんかエイのスープみたいな、エイ、あれエイだっけ、忘れちゃったけど、イルカと握手したことあるの、すごい。フカヒレ、そうフカヒレ、フカヒレ、フカヒレあれ好き、美味しい。でもね、そうペンギンはちょっと鼻にツーンってくる匂いでしたなんかちょっと独特な匂いがしました。まあでも可愛かった。どの曲が大変？私はどの曲だろうな。絶望も大変、大変っていうか難しいですね。あとはね、あーんとわちゃごな、もうあのさソロパートがあるじゃないですか、高音がちょっと出ないから、すごくちょっと苦戦中です。イカの塩辛も好きだよ私。あ、イカの塩辛で思い出した、あの私最近ハマってるものがありまして、あのなんだっけ、メカブ、小餅メカブ、小餅、多分メカブ、小餅メカブにハマってて、めっちゃ美味しいと思ってこの前出会って、そうでも1日にたくさん食べると体に良くないって聞くから1日1個で我慢してるんですけど、でもめっちゃ美味しい。サーモンの塩辛、食べたことない、サーモンの塩辛。もず
ずく酢、あ、もずく酢も食べてる。そう、それが美味しい。あれ何なんだろう、小餅メーカブって何の子なんだろう、ちょっとよくわからないけど。チッチッチクチクチッチッチ、こんばんは。めっちゃ美味しいの。え、食べてみたいけどさ、どこに、なんか前もどっかで聞いたことあるんだよね、サーモンのあれ。でもまだ出会ったことがないのか、多分出会ったことがない。お茶漬けとか、あ、お茶漬けも好き。なんかコンビニに売ってる焼きおにぎりのお茶漬けみたいのがあるんですけど、それがめっちゃ美味しい、おすすめ。劇場のお弁当で好きなお弁当ある？なんかお弁当になんかね、ちっちゃい魚、焼き魚、多分なんかお酒とかで焼いてる魚が入ってるお弁当があるんですね、たまに。それの魚が好き。お相撲さんが CM に出てる、お茶漬け、何それ。お相撲さんが、私お相撲さんが、お相撲さんの CM っていうとハリボーグミしか印象がないんですけど、知ってますか皆さん、ハリボーなんちゃらベアってお相撲さんが言ってるんです。あれ本当に好き、私あの CM。普通の塩辛とは味が違う。うん、塩辛ってさ、確かイカの塩辛はさ、なんかイカの綿とかですよね、確かあれって。綿とかはなんかあえてんのかわかんないけど、なんかそんな感じのやつですよね。うちのスーパーに売ってるか買いに行ってるなんて。わかった。買いに行く。なんかそう、なんかね、こんぐらいちっちゃいっていうか、お相撲さんが持つとすごく小さく見えるんです、グミが。新潟でも、新潟でその CM 見たことないかも。あ、そう、新潟に来てから CM とかもちょくちょく違くて、そう、新鮮だった、新潟に来たての頃。それもすごく、イカは、そう、イカワタかな。そう、声は赤ちゃんのやつなんです、 CM。 お相撲さんがグミを持って喋ってるんですけど、声は赤ちゃん子供なんです。多分調べたら出てくると思います。ホタルイカも好き、私もホタルイカ好き。初めて聞いた。じゃあ新潟には放送されてないんですね。あ、そうなんだ。それがサーモンの塩辛なんだ。へえ。自動車学校の CM 見た？見てないかも。なんか私は最近テレビで YouTube を見るか、あの見逃したものをあの TVer さんとかで見るかとか、そういう生活をしているんですね。ネットフリーとか Hulu とか、はい。なので最近はちょっとニュースとかさ、見た方がいいんだろうなっていうのはあのすごくわかるんですけど、そう。ホタルイカは富山に来たらぜひ食べてね。お、食べます。富山行ったことないから行ってみたい。でも私は今一番日本で行きたいところは北海道に行ってみたい。
新潟一番見るしか。そうですよね、見ます、ちゃんと見ます。もっとやっぱニュースとか見てたらさ、世の中のことを知れるじゃないですか。そう、流行りもきっと知れるだろうし。食べたことない。だからいろいろさ食べてみたいんだよね、いろんな美味しいもの。もう美味しいものたくさん食べたいから。私はこの人生生きていく中で美味しいものをあの全て食べ尽くしたいんです。美味しいものを食べ尽くして悔いなくあのはい空に旅立ちたいんです。土曜の公演当選した。お、初めて会える、嬉しい、待ってるね、ありがとう。こんばんは。ジンギスカンね、私ジンギスカンも食べたことない。なんかあるよね。あ、これって歌っちゃいけないのかな、ちょっとわからないから一応歌わないでおこう。全部食べれるよ、私の胃袋はブラックホールだから全部食べれる。一緒の思考。寿司も食べてね。あー食べます。でも私アレルギーなんです、生もの。本当にさ、日本人として本当に自分で損してると思ってる、お寿司食べられないのは。お刺身もそうだけど。あ、そう、その曲では、昼公演当たりました。おめでとう、やったー、待ってます。豚丼も美味しいよ。あ、豚丼知ってる、聞いたことある。何で聞いたんだっけ、なんかの番組で聞いた気がする、豚丼。そう、美味しいもの食べ尽くしたい。トウコロ、トウコロコシって何。トウモロコシじゃなくてトウコロコシ。で、私のアレルギー伝説なの。え、あの曲って外国の曲なの？待って、私何も知らない、やばい。白トウコロコシ、何それ。キティのメンバーが苦手な白お店に感動した、嬉しいですね。もっと新潟に染めましょう。でトウコロコシ、あ、タレカツは、あ、でもね、本格的なタレカツはまだあの食べてないかも。あのコンビニに売ってるタレカツは食べたことあるけど、ちょっと今度ちゃんとお店に行ってタレカツ食べようと思います。バセタのカレーもね食べてないの。ブリカツ丼も食べてない。ねえ、何それ美味しそう。私ブリ大好き、ブリ大根とか。え、そう、なんかコンビニに売ってるタレカツは食べたことある、でもそれも美味しかった。本物食べてほしい、食べたい。私ほんと新潟に来てからあのまだ新潟らしいことあんまりしてなくて、新潟らしいこと、新潟のグルメをあんまり食べれてなくて。牛タン食べる場合に食べてよタレカツ。入るかな、いや入る、私ブラックホールだから。新潟駅ないろんなの食べる。そっか、新潟駅たくさん、なんかすごいスタンドが揺れちゃって地震みたいになっちゃった。美味しいものたくさんあって迷っちゃう。小屋さんがブリカツ丼おすすめしてた、それは食べなくてはです。え、ティラミス大福絶対美味しいじゃん、食べたい。イタリアンはね食べたことあるんです。
一回だけ。これからするの、食べ尽くすのは私は食べるまではずっとこの世を生きていると思います。全部食べ尽くすまで。こんばんは。お刺身克服したいね。ね、食べたい。お刺身食べたいんですよね。でも食べれない。何イタリアン食べたの？多分一番有名っていうか、焼きそばにミートソースがかかってるやつ食べました。へぎそばも食べてないんです、多分私。あ、笹団子食べました。笹団子いただきました。美味しかったです。でもなんか剥き方が最初分からなくて、私剥き方が分からなくて、でその笹団子を初めて食べる時、ななみさんも一緒にいたんですよ。で私はこうやって剥いたんですよ。これ前も話した。こうやって剥いたら怒られました。怒られました。ねえ違うからって怒られました。でもめっちゃ美味しかったです。そう、なんか本当はこうやってさ、なんていうの、例えるならバナナみたいにこうやって剥くのが正解らしいんですけど、私知らなくて、紐ほどいた瞬間普通にこうやってめくっちゃうお説教を食らいました。でも美味しかった。ティラミス大福？え、中にティラミスが入ってるってことですか？それしかないか。え、食べたい。食べたい、食べたい、食べたい、食べたい。全部食べたい。グーグー。お腹教育されました。そのシーン見せてほしい。ねちょっと待って、どんな感じだったっけ。あ、笹団子だって言ってスタッフさんが食べなって言っていただいて、で直美さんがここにいて、もう普通に食べてらっしゃったんです。でも私はそれを見てなくて、自分でこうやって見てたら、ねえ何やってんの、何やってんの、違うからって怒られました。全然笑いながらですよ。何やってんの、ねえ見てた、私が食べてるのって言われました。はい、なのでもうはい、もう学びましたよ。だから次食べるときはちゃんと剥いて食べます。そう、苦かった。でも美味しかった、本当に美味しかった。私そういうさ、大福とかお餅とか大好きだから、もう大好きね。私最近ラーメン食べてないの偉いでしょ。ちょっと頑張ろうと思って、自分を磨くのをね。だからそう、私が目標のところまで行ったら、まあ自分へのご褒美としてラーメン一杯食べようかなと思ってるんですけど、ちょっとそれまでは我慢で。あとハセブンはね欠かされなかった。お姉ちゃんみたい、お姉ちゃんみたいです。中学生の同じ方が見せる子いたら何やってんのって言った。私そんな言えないですよ。でもさ、しかもさ、その私が食べないようにしようって思った時にさ、駅のラーメンのさ、お店がさ、たくさんあるさところができたじゃないですか。悔
悔しい。浴衣祭りの日、寿司とハンバーグステーキ食べてきました。もう美味しいものいっぱい食べてるじゃん。いいな、いいな。ね、私ハンバーグ大好き。こんばんは。ラーメン食べたいんですけど、ちょっと、まあ、今は我慢ということで、はい、でも辛いよ。最初の方は辛かったんですけど、もう1ヶ月くらい経つと、もうなんかね、食べようともあんまり思わなくなってくるの。すごいよね、人間って。ラーメン屋さんが、そっか、ラーメン屋さんで働いてたらそれはもう無理だね。チーズバーガー専門店なんてあるの？へえ、美味しそう。あ、なんか今日ね、朝菓子パンを食べたんですよ。そう、本当に菓子パンなんて何ヶ月ぶりだろう、わかんないけど、本当に全然食べてなくて、そう、それで久しぶりに食べたんですよ。ね、なんだっけ、ファミリーマートさんのコッペパンの中に、なんかピーナッツバターとピーナッツが砕か、ピーナッツバターのクリームと、あのピーナッツが砕かれたクリームが、なんか2個クリームが入ってるコッペパンがあって、そう、絶対美味しいと思って、ちょっとこれはもう食べたいと思って食べました。でも聞いてください、朝それを食べたんですけど、全部は食べないで半分でやめました。えらい。そう、美味しいの、美味しいよね、あれ。まだ食べたことない方いらっしゃいましたら、ぜひお食べください。美味しいんです、あれ。そう、歯ごたえあるの。食べたことあるよ。美味しいよね。半分は今冷蔵庫に入ってるけど、どうしようと思ってちょっと食べるか食べないか悩んでいる。でもさ、ちょっと捨てるのもったいないよね。えらい。そう、半分残せなんてすごいでしょ。後でスタッフがもらいに行きます。だって、ねえ、本当に綺麗に半分残ってるからね。どうしようかなって悩み中。やばい、みんなで食べたら一緒、もうなくなっちゃうよ。本当に、だってこのくらいの大きさの半分だから、もうこんくらいしか残ってない。美味しくいただきます。倍の値段で買います、なんて。売り物じゃありません。ちょうだい。うわ、チョコ黒いいね、美味しそう。私、あ、チョコ黒で思い出した、あのね、サンマルクカフェのチョコ黒美味しい。あと冬に出るクラムチャウダーもめっちゃ美味しい、おすすめ。そう、私クラムチャウダーも好きなんだ。もうさ、なんか好きな食べ物なんですかって言われてさ、片手に収まるぐらいに好きな食べ物をピックアップするのはちょっと私には無理だ。こんばんは。メリカリに出して、メリカリ、メリカリに出そうかな、じゃあ。やだ、出さない、腐っちゃう、腐っちゃう。メロンパンも美味しいよね。メロンパンは私はこの周りがクッキーみたいにサクッとしてるのが好きです。マルシャンのパンおすすめ。どこにあるんですか、マルシャン。
好きなんですか。好き、でもパンかご飯って言われたらご飯かな。メロンパンはセブンがうまい。そうなの。私メロンパンあんまりこだわって買ったことがないかも。ね、美味しいよねクッキー。長岡のパン菓子、そうなんですね。まあ家系ラーメンいいね。美味しそう。ペンギンベーカリーのカレーパン美味しいよ。すごい、初めて聞くお店の名前。ペンギンベーカリー、カレー味のメロンパンない。まずカレー味のメロンパンが存在することすら今知った。ご飯、ご飯のが好き。パンよりか。マックシャ、マックシャまた食べたいです。美味しかった本当に。だいぶ前ですよね、私食べたの。確か結構前。家系ラーメン、仕事、うわ仕事終わりとかさ、本当にラーメンとかなんかがっつきたい気分だよね。わかる。あ、ネタなの、なんだ。本当かと思ったじゃん。情報量多いよ。このルーム情報量多い。確かに。なんだ、本当にあるかと思ったじゃん。メロンパン、カレー味のメロンパンないんだ。え、でもさ、メロンパンの中にカレー入れたら美味しそうじゃない。え、美味しそうじゃない。わかんない。え、美味しそうだよ。なんか食べれそう、いけそうな気がする。いや多分美味しいよ。わかんない、食べたことない。え、美味しそうじゃない。わかんない、どうなんだろう。すぐ信じる。だってなんかリアルそうだったんだもん。真心ではないかも。あるかな。多分ないかも。行きたいな。いや絶対美味しいって。いや分かんないけど。さっきから分かんないけどしか言ってない。酢豚にパイナップル入ってる的な感じ。うんうん、私そのさ、入ってるパイナップルとかも好き。焼いてあるフルーツとかも食べれちゃう。え、今度やってみようかな。じゃあメロンパンにカレー一緒に食べる。何パンになるんだろう。カレーでしょ、カレーメロンパンでしょ。カレーメロンパン略してカレメロ。あ、カロンパン。ポテサラリンゴとかダメ派なんだよね。あー、そうなのね。え、ポテサラリンゴ、私も初めて聞いた。今普通に返しちゃったけど、初めて聞いた。きっと別々がいいっていうか。確かに。やってみなきゃ分かんないから。まだ生ハムとメロン、え、そんなのあるんですか。へえ。メロカリ、メロカリにしよう。メレーパン、メレーパンやってみようかな今度。だからさ、カレーの中でさ、甘口、中辛、辛口あるじゃん。ちょっと辛口は多分食べれないけど聞いてほしい。私辛いの苦手
だったんですよ。だった、自分の中では苦手だったんですけど、この前辛ラーメンを食べたんですね。そう、私が食べたわけじゃなくて、あの一口二口もらったって感じなんですけど、そしたら意外に食べれちゃったんです、私。意外に、だから私自分で意外に辛いのいけるのかなって、今ちょっと調子に乗ってる調子に乗ってます。そうだよ、まだ出会ったことない美味しい食べ物が絶対たくさんあるんだよ。なんかね、この前テレビで、美味しいとかは分かんないんですけど、驚いたのがね、あのこの前テレビ見てて、どこかの国でなんだっけ、牛の血液をなんか飲んでたのびっくりしちゃった私。でもそれがすごくなんか栄養がたくさんあって、その国ではあのなんかすごくなんていうの、普通のご飯、ご飯料理、料理じゃない、なんていうのあれのって、食べ物らしくてびっくりしちゃった私。でもね、すごい栄養があるんだって。で、に塗って焼いたらカレーパンっていうペースト状があって、一時期待って、あ、私そういう系で言うなら食パンに塗ったらメロンパンみたいなやつは、あの中学生の頃よく食べてました。美味しかったから。ああいうの美味しいよね、あのシリーズみたいな。でもちょっと私は食べてみようというか、食べてみたいとはあまり思わなかった。ちょっとこの時の、うん、イナゴのアイスクリーム、イナゴのアイスクリーム、イナゴが乗ってるってことですか。でもさ、イナゴの佃煮だっけ、美味しいって言うじゃないですか。てか、いつだっけ、なんかこの前日向祭りで食べてましたよね、確か。美味しいんだ、食べて。どんな味するの、イナゴって。バッタだよね、バッタ。イナゴソフト、リアルに乗ってる、本当なんだ。イナゴくっついて、そうさ、見た目は結構なんか大丈夫なんですか、イナゴって感じですか。長野ではポピュラー、うん。じゃあ萌さんとか日常的に食べてたんですか。日常的って言ったらあれですけど。カイリさん好きなんですね、イナゴ。じゃあお誕生日プレゼント、イナゴのアイスにしようか絶対溶ける、甘いんだね、歯の隙間から足がとか絶対嫌なんだけど。でも私竹虫食べてみたいですよ。竹虫知ってますか皆さん。なんか見た目やばいよね、多分ね。そうだよね、喜びますかね、カイリさん竹虫っていう、なんか多分竹に存在する幼虫みたいなのがいるんですけどちょっと調べてみてください。ちょっと多分見た方が分かると思います。そう、竹虫でもね、美味しいんだって。ポテトみたいな味がするんだって。だからちょっとずっと気になってて、それ。そう
調べて後悔しました。気持ち悪いなって。そんなこと言わないでよ。そう、なんかポテトなんです。味がポテトらしくて、多分食感は違うんですけど。あ、そう、蜂の子みたいかも。蜂の子のなんかもっとちっちゃいバンみたいな。そう、ちょっと食べてみたい。気になっちゃう、気になっちゃうんです。もうすぐ誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。新潟駅の昆虫食のジャン、え、そうなんですか。初めて知った。あるんですね。ちょっとサソリはちょっと食べたくないかな。サソリはちょっと食べたくないかな。ちょっと見た目が見た目がちょっと食べてみたい。なんかさ、カエルがさ動いてる、なんか調理されてるのに動いてるさ食べ物とかあるじゃないですか。なんかすごくかわいそう。9月はオフライン何部申し込みしたらいいかな。どう、9月14日は私的おすすめで、けど全部おすすめ。はるかさん食べてたんですか、サソリですか。へえ、すごい。バンダイにもあるの、初知り。すごいよね。まずなんでさ昆虫をさ食べようと思うですか。竹虫見た目はかっぱえびせんの細いバージョン。そうそうそう、全部申し込みました。あ、ありがとうございます。楽しんでいただけるように、はい、てかきっと楽しいと思います。可愛くおめかしもしてお待ちしております。竹虫はなんか可愛いじゃないですか、見た目。あ、竹虫美味しいって言ってましたか。これやっぱ竹虫美味しそうなんです。美味しいんですよきっと。カブトムシ食べればちょっとダメかもしれない、ちょっとダメかもしれない。でも私一時期なんかさ、家の近くで採れたセミを調理して食べるっていうような動画を一時期見てた時ありました。私どんな動画見てるんだよって感じですよね。大丈夫、おめでとう、ありがとうございます。そう、セミ、家の近くで採れたセミを調理して食べてる人の動画見てた。本当にやばいよね。焼いてたフライパンで、ちょっと信じられないよね。でもなんかいろんな動画見るんですよ私。そう、なんか流れてきたんだよね確か。サクって言ってました食べるとき。セミを大声で気絶させる人、何そんなことできるの、すごっ。セミね、セミは私あんま好きじゃない。別になんかされたとかじゃないんですけど、なんかさ
理科とかのさ教科書とかでさ、その昆虫のさ正面顔とかをさドアップにさ写真載せたりするじゃないですか。なんかああいうのを見ると私はちょっとダメ。なんかそのさハエとかさ、ハエのねこの目ドアップとかあるんですよ、この辺ドアップみたいな。私本当に無理なのそれが、あのちょっと本当に気持ち悪いって思っちゃう。カエルさんが自分の声でセミキでさでもカエルさんならできそう。面白い。トンボとかもダメ。あ、そきなよって聞いてください、聞いてください。あのね、前回この間農業行ったんですよ、農業のお仕事させていただいたんですけど、あのその時私の頭、誰も写真撮ってなかったからちょっと写真とかないんですけど、私の頭にトンボ止まったんですすごくないですか、びっくりだよね、ここに止まったの。カエリさん都市伝説、カエリさん本当面白い。私カエリさんに会って笑わない日ないです。止まってきたんです。あ、カブトムシ、え、あれカブトムシ私が見つけたんですよ。なんかふと下向いたらカブトムシがいて尖ってるところに止まるもんだと思ってた。ねえ、私の頭が尖ってるって言いたいのねえそう、私がカブトムシガエルって言ったらみんながバーって来てコマが捕まえたそれは違うでコガネムシってなんだっけ、性格とんがって嫌なんでもね、もうほぼ言ってるやないかい。なんだっけコガネムシ、忘れちゃった。このころトンボにわざと指噛まれたりして、え、トンボって指噛むの、あ、待って、その絵文字やだ、その絵文字嫌い、私やだねちょっと送んないで、やだこの絵文字やだやだ、気持ち悪い。やだやだこの気持ち、やだやだこの絵文字、あ、こういう感じの虫か、そうか、わかったわかった、ふう、あ、こうやってやって噛まれるってこと、へえ、あれみたいだね、あのここから糸出てくるあの作品せっ、え、ちょっとダメだった私。あ、この雲の絵文字はまだ大丈夫、ちょっとあの絵文字がちょっとダメだった。色とかもなんかちょっといい感じにテカってて、そうそうそう、これ私某あれ遊園地っていうの、なんて言うんですか、ああいうさ夢の国は夢の国じゃないですか、もう一つあるじゃないですか、そのもう一つってさどうやって例えるのがいいんだろ
のまあそのもう一つの方に行ったんですよ。千葉県じゃない方の方に行ったんですよ。行ったことがあるんですけど、私このアトラクションに乗って泣きました。あ、これ前話した？わかんなくなっちゃった。今日頭が全然回ってない。あのね、バタービールをまだ飲めてないんです。そう、あのそのバタービールが出てくる作品のアトラクションが登場する前に行って、その大阪の方の、はい、夢の国に、そう泣いたんです。あれすごくリアルだったんですよ。行ったのが小学校何年生、3年生とかだと思うんですけど、多分結構若かった頃に行って、なんか本当に火とかの時に本当に熱くなって、水もちゃんと飛んできて、本当にリアルだったんですよ。で泣きました。でひどいのが、その隣に座ってる家族全員爆笑。どういうことね、慰めたりとかしないわけ。爆笑、ひどい本当に。はじめまして、ありがとうございます。今も若いじゃね。まあまあまあ、あの頃、はい、そうですね、怖かったんですよあの頃は。今はもう全然余裕なんですけど。はい、乙女、私乙女かな。あー、それも行ってみたい。あのね、ブロックこうやってやってみたい私も。大丈夫、生まれた、ありがとうございます。意外とそうなのか。お化け屋敷は入ったことあるっけ私。いや、ない気がする。なんか私多分お化け屋敷入ったらビビらせてくるじゃないですか、お化けって。多分私怒っちゃう、切れちゃう。驚かしてきたら。だから入ってない。あ、そうですよね、ライブもやってましたね。あの衣装めっちゃ可愛い。こんばんは。え、そう、多分切れちゃう、お化け役の方に。本当に申し訳ないけど、驚かせてくるから。それが仕事なのは分かってるんですけど、びっくりするから。そう、仕事だから申し訳ない。だから入ってないの。こんばんは、こんばんは。多分、いや、わかんない、入ってみなきゃわかんないけど。逆にびっくり、そうだよね、逆にびっくりしちゃうよね。お別のアーティストで行ったけど楽しかった。なんか私あのさ、ゾンビのやつ行ってみたい。その某大阪の夢の国の、いや多分手は出ない、出さないよ多分。わーってやったら私もうやだとか言っちゃう、お化けみたいに。え、そう、そのさ、センディーズメイクはちょっと本当に入りたくないと思っている。だって本当になんか存在するって言うじゃん。
足が出る、手出ない代わりに足が出る、足は出ない、足は多分ずっと走ってる。クオリティすごいよねあれ、それめっちゃ思う。唇がすごい乾燥してる。唇の乾燥ってさ治らないのかな。私一年中ずっとカッサカサ。こんなことアイドルが言っちゃいけないかもだけど、カッサカサ、私唇カッサカサ、ずっとカッサカサ、どれだけ保湿してもカッサカサ、皮むけちゃうんです。どうしたらいいんだろう、なんかいいリップクリームとかありませんか。行ったことないです。あ、そう、モアリップさ持ってるのね私、塗ってるんですけど、メンソレ多分有名ですよ。どうしたらいいんだろう、皮膚科とかさ行ったら出してくれるんですか、唇用のお薬クリームとか。皮膚科ってなんかこのこっちのイメージしかない私。オバジ、オバジいいの、有名ですよねオバジ、オバジモス鍋食べるしか油ってこと。あ、バファリンもいいって言うよね、こってりしてるやつ。皮膚科行こっかな。じゃあでも私お医者さんとお話しするのあんまり好きじゃない。もうダメだ、なんかさやっぱ症状を話さなきゃいけないじゃないですかお医者さんに。もうなんか話すのが苦手で本当に。どうしようって思ってるんですよね。チッ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 、そうお医者さん、なんかさ優しい人だったらいいんですけど、やっぱさ人間はさそれぞれいろんな人がいるじゃない。だからやっぱりさちょっと、あ、ちょっとしっかりしなきゃいけない、これはちょっと怖いかもとかあるじゃないですか。手話で伝えるしかで、手話できる人かっこいいと思う、私すごい思うそれ。新潟に行かなきゃいけない、うん、いろんなとこ行かないといけない私し、行きたい、ナナースに会いたいです。うん、じゃあ、はい、病院に行っていただいて、ね、やばい、私今頭の半分が眠ってる、頭の半分眠ってる、半分は起きてる。焼肉行きたい、いいな、私も焼肉行きたい。でも私もの今日お昼ご飯食べました、みんな食べましたか、お昼ご飯じゃない夜ご飯、病院と頭の中見てもらいます、はい、ぜひ。嘘だよ。でもさ機械 CT とかって面白いよね、なんかさ医療ドラマとかでさ出てくるじゃないですか CT 画像、ああいうの面白いなって思う。はいはいはい、流行りましたね手話、
某ドラマですね。私も見ておりました。というかその出演されている女優の方が私すごく好きで、だから見てたんですけど。お、これから食べる。いいね。何食べるの？食べた。おラーメン食べた。カツ丼？いいね。あ、カツ弁当か。鶏の手羽先いいね。私は何食べたでしょう。チチ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 チ、戸田恵梨香さんも好き。なんかすごく自然体でいるじゃないですか。わかんないですけど、なんかそんな感じがする、その女優さん方は。だから好きし、なんか私は、私が男だったら絶対吉高由里子さん好きになってる、恋に落ちてる自信がある。だって女の私からしてもこれはモテるって思うもん。めっちゃ思う。めっちゃ可愛い。言動もすべて。絶対好きになってる、私男で同級生だったら。絶対、多分めちゃめちゃ告白してる。もう何が何でも自分のものにしてる、したいって思ってる、きっと男だったら。あ、広瀬、でもそうです、世代的には多分広瀬すずさんとかだと思うんですけど、いやもちろん可愛いなって思うんですけど、なんか私は結構女優さんはお顔とかもそうですけど、演技とか見て好きになる方が多いです。でも私浜辺美波さんの顔すごく好きで、私すごく好きなんですよね。あ、永野芽郁さんも可愛いですね。わかります。スタイルめっちゃいいですしね。女優さんはでもいろんな方好きです。あとなんだっけ、やばい名前が出てこない。めっちゃ顔が好きだな女優さんが いたんですよ。名前が出てこない、なんだっけ。めっちゃ失礼だよね。いや、めちゃめちゃ有名な方なんです。なんだっけ、ああ名前が出てこない、頭が眠っている。なんだっけ、あー出てこないよああ出てこない。今田美桜さんも可愛いって思います。目めっちゃ綺麗、大きくて羨ましい。何、ちょっと待って、あのさ、彼岸花の主演の方、なんだっけ。ねえ、知ってるんだよ、覚えてるし、私すごく顔が好きだから。なんだっけ、綾瀬はるかさんは肌欲しい、めっちゃ肌き、先日登録して待ってます、ありがとう。堀北真希さんだ。そうだ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 。そうです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 。そうです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 。その方です。私すごく顔が好きです。めっちゃ可愛いと思った。はい。彼岸花も見てました私。
そうだ、なんで忘れたんだろう、はあ、頭が回らない。引き払いいですよね。そう、力田真希さん好きだった。めっちゃかわいい、かわいい、本当にかわいい。鼻めっちゃ綺麗ね。あ、妹さんもめちゃめちゃ可愛いし、お綺麗ですよね。似てますよね。でも磯崎奈々って子可愛らしいよ。だってそうなんだ、へえ、調べてみよう。初めて知った。調べてみますね、配信終わったら。あと顔が好きな方誰だろうな。アイドルだったら、ねえ、ほんと最低。中学2年生、身長145センチだって。ほんと最低。でも、え、でも可愛らしいじゃないですか。すごい小柄で、すごい。調べてみます。アイドルだったら誰だろうな。でも少し前の世代、お母さん世代とかだったら、お母さんの世代のアイドルさんとかだったら、藤本美貴さんの顔めっちゃ好き。顔めっちゃ綺麗じゃないですか。鼻こんなで、ミキティ、そう、藤本美貴さん。そう、なんかさ、それこそ私あんまり詳しく知らなかったんですけど、その TikTok で流れてきて、その藤本美貴さんのアイドル時代が、え、めっちゃ可愛いと思って。そう、だからめっちゃ可愛いと思って。顔めっちゃ綺麗ですし、鼻がすごい綺麗で、なんかね、ハーフツインしてる、ハーフツインだったよね、多分ハーフツインしてる髪型の日があるんですけど、それがめっちゃめちゃ可愛い。紅白のトップバッター、そう、美人さんですよね。佐藤愛さんが可愛すぎてびっくり。わかります。なんか思うんですよね、本当にこの世の中にまだこんだけ可愛い方がいたのかって、本当に思うんですよね。佐々木希さんも好き、可愛いと思います。あの、私最近 YouTube を見ましたよ、佐々木希さん。そう、めっちゃ可愛いですよね、目大きくてクリクリで。こんばんは。推しが一番可愛いです、嬉しい。ああ、水島美優さんも好きですね、可愛いですよね。初日の練習は、初日の練習はちょっと今日はね、いろいろ、あの、はい、いろいろあってですね、
今日はできてないんですけど、でもお家でしますというかしておりました、配信する前。そうショールームもねたくさん配信したいんですけど、ちょっと今週はちょっと難しいかな、この週末にかけてちょっとできるかわからないですけど、12日は確実にします。ナナちゃん入れてみた、え、あ、本当だ、ナナって書いてある、嬉しい、ありがとう。泣き顔もタイプです。わあ、やだー、私泣かないって決めたんです。だから泣きませんよ、にゃ。体調にはね、はい、気をつけます。皆さんも気をつけてくださいね、体調には。やっぱ体調には睡眠食事が欠かせないので、食べてください、食べて寝てください、そして日の光を浴びてください。私はいつも朝起きたらカーテンを開けて部屋に光を入れております。なぎちゃん食べる気みたい。なぎりは私ちょっと買いに行く時間がなかったので、某コーヒーショップのギフトあげました。笑い泣きさせられたことか。昨日みゆちゃんがいそうな気持ちのところ昔の私そっくりって言ってたな。ああ、そう、泣き虫なんです、私は。すぐ泣いちゃう、なんでなんですかね、泣きたくないんですけどなんか泣いちゃうんですよね。大人、お、そう、なんかナギはよくその某ショップ、某コーヒー店に、なんだっけ、なんか新作飲みたいとかよく言ってるイメージがあったので、はい、喜んでくれるかなと思って送りました。表に出しすぎなんだよね私はきっと。明日から桃始まるの？私あんまり行ったことなくて、その某コーヒー店にあんまり行ったことないの。なんかその自分から飲みたいともあんまり思わないし、別に全然嫌いとかじゃないんですけど、そう、自分からは行かないかな、誘われたら行くって感じ。でも美味しいよね。やばい、ご飯食べたのにお腹空いてきた、ダメだぞ。お高い、確かにちょっとね、だってさ、あれ一杯でさ、ラーメン一杯分なんでしょ、信じられないよね、恐ろしい。でも美味しいもんね、ナナちゃん、はい。はい、聞いてください。私あんだけゴンチャゴンチャ言ってるのに、いまだにゴンチャ言ってません。そう、炎のままに行きましょう。
違うの？そうなの？じゃあ嘘なんだあれは。私信じてたのに。落ち着いて、落ち着いたようだね。あ、落ち着いたんだ。そうだよね。先輩に連れて行ってもらおう。お誰か私もこうちゃんに連れて行ってください。こんちゃんがルーちゃんに連れて行ってもらったんですか。ルーさんと行ったんだ。コマいいな。ルーさんすごいゴンちゃん行ったるイメージあります。ゴンちゃん行ってきた。お一人で行きなさいって怒られた。初日前に連れて行ってもそんな私の初日なんかで先輩を付き合わせられないですよ。安田ジェラート屋めっちゃ美味しい。美味しそう。まずジェラートが美味しいもんだって。あ、なんか売ってますよねセブンイレブンに。ゴンちゃんのなんかペットボトルに入ってるやつ可愛い。ありがとう。ゴンちゃん、ちょっと いつか行きます。まあそんなすぐにはきっとさ。まあまあ急がず急がず、ゆっくり行こう。お店ごと買ってあげるって。ちょっとお店ごとはいらないかな。会えるのはきっとさ、たまに飲むから美味しいんだよ。みんな持ってきてんじゃん、差し入れでゴンちゃん。まあいつか行くよ。なんかさ、ちょうどそのさ、ゴンちゃんの前を通りかかるときにゴンちゃんの気分じゃないんですよ。今の長さすごく悩ってる。お嬉しい。だいぶ伸びたんですよね。でも私は伸ばそうと思って言ってです。私は今日夜ご飯に焼きうどんをいただきました。美味しかったです。土曜日受付に預けておきます。はい。磯崎、あのプレゼントボックスの中に磯崎の宛てに入れたら届くかも。分かんないけど。受付でも、受付が一番ですね。やっぱり腐っちゃうから。それかあのお見送りの時に渡してくれてもいいよ。前髪もいい感じ。やったー。これは私の好きなアイドルさんの前髪をお真似しました。ソース醤油、え、どっちなんだろう味付け。わかんない。私のお母さんが作り置きしてくれた焼きうどんをいただきました。どういう味付けなのかはちょっとわからないんですけど、でもソースの味はしない気がする。醤油なのかな。じゃあなんか出汁みたいな味がする。食べ物系のプレゼントはそうだよね。ダメだよね。どうする13日の受付。ボンちゃんいっぱい置いてあったら私のせい、ごめんなさい。
味音痴ねえ、絶対そんなことない。私は味音痴じゃない。4期生だからちゃ、あ誰かに届けて私がいただくじゃあこんちゃんよろしくお願いします。味はお任せします。私が好きそうなあの皆さんが選んでください。てか待って、9日で新居、あと4日、やばい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 、焦る焦る、汗汗、味落ちじゃないよ。タピオカかな、どうかな。こんばんは。てかわいい、嘘、私自分の手すごくコンプレックスなんです。私はみゆみゆさんみたいに細くて長くてスラッとしてるお手手が良かったです。なんか私なんか なんかこれなんか幼児みたいな手してる。ね、ほらね、赤ちゃんみたいな手してるんですよ私。でもね、プニプニはあんまりしてないと思うんだよね、わかんない、自分だとなんかよくわかんない手してる。でらりらりあー、萌えさんとかも多分指長い。でもさ、ピアノしてる方って手切れじゃないですか。いいな、細くて細くて長いじゃないですか、ピアノさんとかって。私その真逆なんですよね、太くて短い。うん、ダメだ、小さく見る。多分私手小さい方です。え、すごい、ここの長さと手の大きさ一緒。今気づいた、私の手の大きさこのくらい。運命線見えたね。私手相全然わかんない、教えて。占いに行ってみたいんです私。お揃い？よかった。占いしてもらいたい、手相占いでも何でもいい、タロットでも。でもなんかさ、 N 線みたいなのあるじゃないですか、なんかそれだけ知ってるの。ここにね M っていうのがねあるんですけど、私これ両方にあるんです。これね結構ねレアみたい、レアみたいなのを聞いたんですけど、でもなんかみんなあるんじゃないかなって最近思い始めた。カイリさん占い好きなそうなんですね。じゃあカイリさんに占ってもらおうかな。かわいいってあなたってさ幸せになる、やっと7万人がよかったりとかたまに公開、たまに降臨してきますよね。おててフェチ喜ぶ配信、こんな手全然喜ばないよ。でも見て、ここにほくろあるんだ私。この袋なんかお気に入り、すごくない？しかも左手の薬指だよ。結婚線がだいぶ長いです。何それ、なんかさ、なん
か何かの番組ってそういう占いの番組でさ、結婚線を頑張って出すためになんかこうやってやって写真撮ってる人いた。めっちゃ面白い。ほくろ。でもこれさ、膨らんでないから死にぼくろかもしれない。メールに手相の写真送ってください。みんな占ってくれる？そしたら。ほくろ。あとね、ここにある赤ポチは生まれつき。なんだろうこれ、ずっと気になってる。 YouTuber みたいなことしてみる。ピント、これ生まれつき。カイリさんのそのままほくろ知ってますか？ああのなんかアイラインとかでわざと強調してたっていうあのほくろですか？面白い本当に。こんばんは。なんか今度やってみたいことなんですかって聞かれたら、手相占い、占いしてみたいですって言ってみよう。本当面白いですよね。なんかなんであんなに面白いんですかね。羨ましいです。そう、自然なの、自然なのに面白いのが本当にすごいなって思うんですよね。占いしてもらったことないんです。なんかネットで調べてやることはあるんですけど、でもないです。面白くなりたいよ。私だってなりたいよ、面白く。どうやったら面白くなれるかな。劇場で大爆笑したら隣の人から笑いすぎだろって言われてしまったことある。大丈夫、私は本当に楽屋でよく笑いすぎって言われるから大丈夫だよ。いつも言われる。磯丸が笑ってる。磯丸がまた笑ってる。なんか面白いんですよ本当に。先輩皆さん、占いはまあ悪いことを言われたらそれは信じません。なんかそれは信じないで、あのいいことだけ信じようと思っています。でも実際行ったらどうなるかわからない。カエリさんは天然。うん、天然です。私あのカエリさんのあのヒロさんが載せてたあのマシモさんをお見送りするときにピローンって鳴ったやつ、あれ大好き。めっちゃ面白い。まゆちゃんはいそなのニコニコしてて可愛いって嬉しい。そう思ってくださる方がいるなんて嬉しい。マリナさん、マリナさんと話すときは絶対にツボります、私。でも理由はわからないんです。なんか面白いんですよね。そう、解説のやつ完全にオチがあって面白い。あー先に行っちゃった、ピノーン。本当に面白い。そうですよね、新幹線だから絶対あのパスもスイカ一個かわかんない、スイカか、スイカ使えないのに。あ、扉壊したっていうのもそう、ももちゃんから聞きました。めっちゃ面白い。そう、動画見せてもらったんですよ、ももちゃんに。めっちゃ面白かった。
笑顔好き？嬉しい。私エクボ欲しかったんです。エクボ可愛くないですか？だから一時期ずっとこうやってやってた時期あります。そしたらなんかできるかなって エクボ欲しいんです。どこがいいかな。この辺だな。エクボちょうだい。エクボは声の落としなってめっちゃいいですよね。それあ、そうです。川口春奈さんと、私の人生の推しの大島優子さんもエクボがあるんです。めっちゃ可愛い。なんだ、エクボってなんかの印みたいなの聞いたことある。忘れちゃったけど。あ、そう、もんたかなこさん可愛い。よいしょ、これはしょ。すいません、一旦お茶タイムに入らせていただきます。失礼します。ただいま島崎遥香さんもありますね。エクボテストタイムなの占えるみんな。でもさ、本当の手相ってさ、あれどっちだっけ、左だっけ。あ、右が生まれ持った手相で、左がなんかそのなんか変わるよみたいな感じですよね。これもお茶飲む。みんなも水分補給してね。お家にいても一歩も私は今日動いてないぞっていう時も絶対に水分は取らないとダメです。いいですか。はい。左手が過去、右手が未来。そうなの。過去なんだこっち。へえ、初めて知った。ペットボトルぐらい開けられますよ。で、私なんならメンバーのペットボトル開ける係ですからね。実はみんな硬いから開かないって言うから、私が開けてあげるって開けるんですよ。私右利きなんですけど開けるとき左手なんですよ私のどうでもいい情報をみんなね、なんか硬くて開かないって言うから、貸してみって言って開けるの。私が、私意外にねそういう係なんですよ。多分きっとこういう開けるのってさ、握力関係ないんだよきっと。なんか多分コツとか開けるセンスっていうのがあるんだと思う。だって握力関係あったら私 100% 開かないもん。うん、どやるよ。開けた後はどやる。だってみんながさ、すごいって言ってくれるからそう、気持ちの問題。そうそうそう。こばはメモメモせーのって言って開くの。でもさ、あれあるよね、柔軟でさ、あの届かないさ、あの届かない、超座大前屈が届かないよっていう人はなんかニャーって言いながら前に倒れると、あのね、いつも以上に倒れるんだってふちなしカラコンどっち派。あー、私カラコン
けないんですよ。だから縁あり縁なしとかあんまりわからないんですけど、でも黒コーンつけてるアイドルの方かわいいなって思います。カラコンつけたい。でも私もお目目もっとキュルキュルにしたい。視力いいんだっけ。でも聞いてください、そのね視力が良い自慢が最近できなくなって、健康診断やったらね 0.8 と 0.、 どっちかが 0.8 どっちかが 0.9 になってたの。はあ。でもまださいい方だよね。まだ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 、なんか視力落ちてたんです。でもまあなんとなくそんな気はしてたんですよ。なんかちょっと文字にいじんでるなと思ってたんですけど、グリーンとバイオレットカラーのコンタクトしてたの？すごいね。あらら、まだいい方。 2.0 すごっ。 2.0 ってさどんぐらいまで見えるの？どんぐらいまで見えるのってなんかあれだけど、なんかクリアなのかな、クリアな世界なの。スマホ禁止だって。それはだ、やだやだやだ、絶対にやだ。勉強のしすぎ。いやいやいや、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。やばい、乱視入ってる。やばいやばいやばい。え、なんかさ私目が悪くなったことがないからわかんない、初めてなのね今ね。目が普通に視力が落ちるとどう見えるのみんなは。で乱視とかになるとどうなるの？教えて。私 2.0 の時代では多分ない、 1.0 だったと思う。ずっと細胞一つ一つ、嘘かーい。2.0 ってどんな見え方するんだろう。すごいね、二重に見える、字幕が見えない、細かい文字が重んで見える。ぼやけて見える。え、待って、わかんない、私ってさどう見えてるの今。なんかテレビのさ番組表とか見るじゃん。そうすると私は何の話してんの。なんか私はなんか文字がどう見えるんだろう。なんかないかな文字。あ、あった、ちょっと違うんだよな。こういうね雑誌で見る、なんかこのぐらいで見る距離は全然見れるの、こういう距離。なんかちょっと遠く、テレビが今私のいる場所からちょっと遠くにあるんですけど、そのテレビの文字を見ようとするとなんか見えないの。なんかねこうやってやるとまあちょっと見えるかなって感じなの。ちょっと見えるかな、なんかこうやってやるとまあなんか書いてあることはちゃんと見えるよみたいな。それってさ何それってさ何って何って感じだよね。信号機がお花のように見える。で毛穴まで見える、だって最悪。やだ見ないで。ブルーライトカットなんちゃら買おうかね。怖いよね、わかる、私もそれ買おうかなと思った。なんかさ違う、私スマホのケースじゃなくて、あ、なんだっけ、もう何も名前が出てこない、フィルターじゃなくて、なんだっけこれ、スマホの
保護フィルムを、なんか今私はちょっと気になる、これなんか見えないよってやつにしてるのね。でも本当はブルーライトカットもしたいのけど、見えないよっていうやつとブルーライトカットが一緒になってるやつってないの、ないの、あるのかもしれないんだけど、なんか私は見つけられなくて、だからあのなんだっけ、今は仕方なく見えないやつを優先してそっちを貼ってるのけど、多分きっとこの目が悪くなってきてるのは絶対スマホのせいでもあるから、ブルーライトカットをと何ブルーライトカットがあるやつもきっと使わなくてはいけないか、ブルーライトメガネをかけばいい、かけるのもありだよね、ブルーライトカットメガネ。ちょっとあんまりないよね一緒になってるやつ、なんかブルーライトカットを選んだら見えちゃうやつになっちゃう。あるかな、10年でめっちゃ落ちた気がする、目悪くなるの嫌だよね、不便、すごく不便。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。私メガネは絶望的に似合わない、言っておきます、私はメガネ絶望的に似合いません、言いましたからね。なお53分、え待って、もう2時間、もうちょっと2時間、私そんな話した、嘘だ、そんな話した、ありゃまあ、まああともうちょっとやろうかな、としたら終わります、ちょっと10時まではやられません、ちょっと明日は早起きなので、はい、いや本当に似合わない、絶望的に似合わない、磯崎なのにメガネは与えちゃいけない、結局さこのぐらいやっちゃうんだよね私、1時間やりますとか言っといて結局、まあ、早くて1時間半とかで終わるんですけど、昆虫で1時間も絶対、えでも多分30分ぐらい話したよね昆虫の話、なんか大丈夫なのかなこんなお話で、あサングラスやりたい、サングラスかけてこうやってやりたい。ギャル、ももちゃんのメガネとか似合うけど、確かに確かに確かに、だるい感じ歌えないじゃん、確かに確かに、まあ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 、まあ、大丈夫じゃん。9割がたいもん、確かに美味しいものがたくさんだからね、新潟のさあのなんかさたくさん新潟の和食とかご飯が書いてある本があるんですけど、それを見てるとめっちゃ美味しそう、今私手元に持ってるんですけど、メリーのメガネも可愛いよ、あー似合いそうだね、まあ、顔が可愛いから似合うよ、へえメリーのメガネ姿見たんだね、ってことはどこで見たんだ、どこで見たんだ。サングラス持ってないんですよね私。
でも欲しい。うわ、マジだよ、やりたいね。いいね。こんばんは。詰められる。だって考えてみて、私こうなるんだよ。やばーい。出てるんだっけ。こうだよね。こうなるんだよ、みんな。私がやばい。待って、ダメだ、めちゃブサイクになりそう。やめとく、こっちにしとく。地雷踏んだなって。踏んじゃった、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 はい。ブルーライトか。でもそうだよね、つけながら配信とか。ちょっと探しとく、いい感じのメガネ。対面のプレゼント届くかもね、確か。すごい。でもさ、買うならさ、やっぱちゃんと買った、ちゃんとしたやつ買いたいじゃん。なんかわかる？なんかさ、安いのを買ってなんかちょっと効果が薄れるんだったら、ちゃんとしたやつを長く使った方が私はお得だと思うんですよ。いや、わかんない、私はそういうタイプだから、ちょっと下調べします。たくさん合格キスやりたい。ディリッテッテッテ、なんかないかな、新潟美味しそうなやつ。なメガネさ、ここにさ、あとつくじゃないですか。なんかよくついてるの見たことある。プレゼントは多分まだかな、どうだろう、ちょっとわからないです。私も牛乳のスタメガネみたいに。いや、私牛乳瓶を飲んだことある、あるか、あるかな、ない気がある、ない、牛乳瓶ない、飲んだこと。飲んでみたい。でも私牛乳がちょっと苦手なんですよね。パック、そうパックだった。のび太の丸いメガネ、のび太の丸いメガネか。それこそ本当に似合わない、自信ある。ヨーグルトは飲めます。ヨーグルトは好きだよ、大好き、ヨーグルト大好き。うん、温泉行っても飲まない。でもね、学校のね牛乳はミルクだった。私牛乳じゃなくてミルク。牛乳瓶世代です。でも多分私世代でも瓶のこう学校飲んだ人、ことある人いると思います。うん、なんか多分地方とかによるよね。一緒では。なんかさ、牛乳とさミルクって味
一緒なの？なんか私さ、牛乳はなんかもうちょっとさっぱりしてるイメージある。なんかミルクは甘いイメージあるんですけど、飲み比べた時。私が飲んだやつがたまたま味が違かったのかな。なんか私の学校のあのミルクは甘かったんです。でもお家にある牛乳は全然甘くない。あ、加工されてるかしてされてないか。あ、それかもしれない。あ、濃いのかな。え、どうなんだろう。確かに味が違うもんね。ソフトクリーム塩初。三角形のパック？何それ。私は普通のこういう牛乳でした。四角い、そう、紙パックでした。私はマックのミルク激甘。へえ。ね、味オンチじゃない。私は味オンチじゃない。味オンチじゃないもん。美味しそう。三角パックって何？三角形の形してる。こういうこと？すごっ。牛乳温めて、やだ。牛乳温めるとかなおさら嫌だ。私嫌だ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 。 No no no。 ピラミッド。うん、僕は嫌だ。僕は嫌だ。再利用。そう、洗うんだよ。学校のミルク飲んだら洗うの。洗って干して給食室に持っていく。飲まない飲まない。やだ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 。牛乳温めるとかやだやだやだ。仕事終わったらって。私やりすぎてる。ショールーム確実にやりすぎだよね。本当に申し訳ない。みんなさ、こんな一日の中のさ24時間の中の2時間を私にさ使ってるの本当にいいのなんか申し訳なくなってきた。いいの？なんかごめんね。ありがとう。洗ったことないの？え、だってもうあんま飲まない。もう9時だって。本当時の流れって早い。なんでなの？時ってさ止まらないの？いやいや、1時間でもいるよ。まず1分でも2分でも3分でも10分でも何分でも。ルームを見てくれてることが嬉しいです。私は大切な自分の人生の中の時間を使って私の配信を見てくださって本当にありがとうございますザワールド。あー、笑いたくないよまさかやってると思わないよね。そうだよね。ふざきさんの見てるから2時間短い確かにみみさんはすごくやってるイメージがある。24時間配信、私さやってみたいんだよね。なんか別に違う、私だけの24時間配信じゃなくても、なんか NGT だけで24時間配信でもいいし48時間でもいいし、やってみたい。
絶対楽しいと思う。でなんか夜はさ、みんな深夜テンションです、ちょっとおかしくなっちゃう絶対楽しいと思う、やってみたい。でもめちゃめちゃスタッフさんが大変だよねきっと私たちはただ楽しいだけだけどさ、スタッフさんがめっちゃ大変だと思う。そうですよね、中井梨花さんがやってましたもんね、車の移動中、移動しながらとかしてましたもんね。寝るメンバー絶対いると思いますよ。でも多分寝起きドッキリとかできそうじゃないですか。絶対楽しい。ファンが集うん、やりたい。みんなで、まあでもやるなら私が高校卒業してから、そしたら夜の時間帯もいられるじゃないですか。あ、ダメか、二十歳にならなきゃダメか。あ、どうなんだ、ちょっとわかんない、ちょっとわからないけども、夜中に集まって皆さんと一緒になんか夜のトークでもいいし、何でもなんか人狼ゲームでもいいし、なんかやりたい。絶対楽しいじゃん、絶対楽しいじゃん。やりたい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 、お願いします。上さん上さんとか言って、こんな私がやっても絶対に何もならないけど、ぜひよろしくお願いします絶対面白いじゃん、やろうね、いつか絶対実現、私がさせてみせる。だからみんな待っててね。スタッフうわ、美味しそう、海鮮とか。わ、美味しそう。カレーラーメンなんてあるんだ。へえ。大変？いやでも大変だけど多分楽しみが勝っちゃうよ、絶対に。体力は持つ。持つ持つ、絶対持つ。でもその代わり前日は絶対にもうみんなお休み。でみんな寝る前日は。海鮮食べたい、私も食べたい。うん、寝起きドッキリ。あ、ちょ、私は起きる、私はドッキリしたい側、顔に落書きとかしたい。不眠耐久とかやってみたかったんですよ私。なんか謎に起きれる自信ある。いや多分寝るけどな、きっと。はい、私は寝落ちてます。だって友達とお泊まり会とかするときは私は絶対にほぼ最初の方に寝ておりました。でも起きてるときは起きてるんですよ。はいルアさんが私のこと褒めてる？え？え、本当ですか？嬉しい。そう、この間の配信でもルアさんが褒めてくださってて、それを見たんですよ私。すごい嬉しくて涙出ました。本当にこれは本当です。さっき泣かないとか言ってたんですけど、これは本当に嬉しくて涙が出ました。でルアさんに感謝を伝えました。前座でかぶった日、はい、本当？ねえ、嬉しすぎる。
また見ないと。見ます。そう、ゆうかさん顔に入れました。またね、またね、ありがとうね。あの2時間ぐらいも本当に私とコンビ組みたいって。私はすごく組みたいです。でもまずルアさんのあのダンスの凄さ、あのレベルにまず私がたどり着けて、自分でルアさんと2人でお隣で一緒に踊れるなって思ったら、私からルアさんに組みたいですって言いに行きます。組ませてくださいって。本当に優しいです。待って、これは終わりの時間を決めないと絶対に私はすごく長くしてしまう。じゃあ13分12分だから、30分にはやめます。30分以内にはやめます。よろしくお願いします。何のダンスを歌いたい、何のダンスかな。でも2人の曲がいいですよね、きっと。2人でダンス曲って あんまりないですよね。でも私あの、でもこれさ3人になっちゃうんですよね。2人って難しいな。2人だったらなんかありますか。2人そう、思い出以上は私すごくやりたくて、でも3人じゃないですか。ルアさん、またルアさんにお礼を言いに行きます。ありがとうございます。本当に仕事中なのに布団入ってるってどういうこと。うざめっちゃ踊りたい。もうさ、最初のバーンめっちゃやりたい。隣のバナナもいいですよね。私中江里香さんとあゆ太郎さんがやられている隣のバナナめっちゃ好き。エンドロールもやりたい。エンドロールいいですね。やっぱ夢ありますね。絶対に実現させます。あ、そう、アブコナです。アブコナさんさんっていうのかな。ゆうこぽじ、まあできたらしたいですね。でも本当に私思い出以上がものすごくやりたくて、絶対にこのアイドル人生の中で思い出以上は絶対人生一回はやるって決めているので、皆さんぜひ待っていてくださいって。私がただやりたいだけなんですけど、あのはい、絶対にやります。わ、可愛い系を頼みますよ。可愛い系だったら何やりたいかな。可愛い系ユニットだったら、誰だ、なんだろうな。私おニュー結構好き。おにゅうのわーばき結構好きです。フィナードミラクル、天使のし、おー、あ、ハートの独占権、あーいいですね。
リファリの曲か、スリファリの曲か。やばい、髪の毛、これどうしたの今日。初恋よこんにちは、残念少女。うん、かな。でもなんか生きてる間に全部やりたい気持ちはあるんですけど、でもやっぱそれは難しいじゃないですか、現実問題厳しいから。だからまあこれからたくさん頑張って、いろんな機会、いろんなステージに立っていろんな曲をやってみたいです。急な光栄。別に意図はない。ハートの脱出ゲームもめっちゃいい。なぞなぞ自分じゃないようで。そう、謎解くやつめっちゃ好き。しないだなとも、私の推しの池崎ゆりあさんがゼンダーですからね、もう最高なんですよ。はい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 、オネストマンもいいですよ、ね、ファンレターも、うん、あ、いいですね、わかります。矢上久美さんと木崎ゆりあさんのオカメのプライドめっちゃいいですよね、わかります。オカ花火大会見られたらいいですね。はい、見たいです。なんか花火って本当に感動しますよね。なんかまだ世の中にはこれだけ美しいものが存在していたんだと花火を見るといつも思います。変なテンション、あとの頭半分眠っているのでちょっと変なテンションでお送りします。 2B、 うん、いい曲。あれもゆりあ抱き締めしたことあるんですね。え、私だってあるし。マウント、私だってあるし、写真だって撮ったし、頭ポンポンされたもん。ほんとやめよ、こういうさマウントみたいなのさ、ほんとにやめよ。私、あ、兄ちゃんありがとう。七色はっ、そうじゃん、13日、キャッチフレーズするんだ久しぶりに、やばい、ドキドキ。私も美しい、お、ありがとう。そうだよ、赤羽さん、中学生じゃないもん。どっちも当たってた、おめでとう、待ってるよ。13日来られる方はぜひお気をつけて来てください。お待ちしてます、劇場で。その喉の調子も整えておきます、私も整えておきます。パッ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 、DMM で応援してます。ぜひ来れない方も DMM で見てくださったら嬉しいです。一生懸命頑張ります、頑張ります、本当に本当に頑張ります。はあ、緊張、仕事終わってから来る。ああ、お疲れ様ですよ、本当に気
をつけてきてくださいね。磯村ていうの作アイライフ、アイライフさん、議場公演デビュー、本当に緊張するんですけど頑張ります、頑張ります。先輩方にも負けないように、4期生ここまでできるんだぞ、磯崎奈々はこんなにできるんだぞって思っていただけるように頑張ります。お仕事頑張ってる、よかった。私もめっちゃ緊張してるけどめっちゃ楽しみ。憧れの衣装を着れることもすごく楽しみです。楽しみます。そう、私がさ、そう、私が楽しんでればきっとその楽しみが、楽しみ、その楽しんでる私が楽しめばきっと皆さんも楽しんでいただけると思うので、楽しめるように今はあと4日ですけど、嘘、もう終わっちゃうからあと3日頑張ります、頑張ります。泣きません、泣きません、私は泣きませんよ。本当だよね、もうすぐ来ちゃうよね、びっくりびっくり。じゃあ持ってく、ありがとう、ファイト、頑張ります、楽しんで、楽しみます、楽しみます、本当にありがとうございます。嬉しいと思ったの久しぶり、お、よかった。 DBM 勢の緊張してきたいやー頑張って、頑張ります。多分めっちゃ緊張伝わると思う、 DMM 越しでも、私の最初の友達でいましょうとか、特にキラ発動しない、そうですよね、 MC とかさ本当に面白くてさ、本当につぼらないように気をつけます、つぼったら本当に抜け出せないから大変ですねえ泣かないからね私は。MC にも期待してます頑張ります、 MC も積もったらどうしよう、おい、いやそうですよね、でも本当に面白いんですもん MC 毎日、うわー揺れた、ちょっとはい、ふう、いつも頑張ってくれてありがとうな、こちらこそですよ、本当に私の頑張りなんてまだ全然全然足りないのに、ありがとうございます。カイリさんいるんですよね、笑っちゃう、あーどうしよう、鍵穴もね、いつかやってみたいですね、鍵穴どうなんだろう、まだわからないです、でも多分私じゃないと思いますよ、例えばこんな新人に鍵穴ってさせたらもう噛みまくりですよ注意事項とか伝わらないですから、噛みすぎて、頑張ります、 MC 頑張ります、ひどい、祈んない、そういう祈りはいりません、いいですか
ピック投げ、私あれもし自分が投げるってなったらなんかごめんなさい、もし私が投げることになって顔とかに当たってしまったら本当に申し訳ございませんっていう感じです。決して狙っているわけではないです。方向音痴なだけです。はい、いそいそ持ってるし最近でも確かにいそって呼ばれること多いですね。許す、あ、よかった許してね。そうです、18歳になってるんですよ。18歳、公演も初出演ですし初日ですし、18歳初日でもあるんです。13日は初日がたくさんです。ご褒美顔に当てても痛くない、かといって顔に投げるわけじゃないですけど、もし投げるとしても泣く、泣かないのね、やだやだ。パン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 、いそいそ7いそ丸7呼び方、そういっぱいあるんだよね私呼び方。あと何かあるかな、あ、これが全部かも。ありがとうございますね本当に皆さん。大きな声で泣きます大きなお友達が泣いてるよ前座、もう前座、私前座なんてガッチガチですよ緊張。あのある程度はやっぱりもう前座出演させていただいてる期間が結構経ったじゃないですか。だからある程度はやっぱり慣れてていいのかもしれないんですけど、あの私本当に慣れてなくて、本当に慣れてなくて、もうあの裏ステージ立つ前ガッチガチですよ。心臓バックバック、本当止めれそうなぐらい緊張してますよいつも。なあちゃん呼びの人、あ、萌えさん、萌えさんなあちゃんって呼んでくれますよ。萌えさんなあちゃんって呼んでくれます。ガッチガチです本当に。そんな風には見えないけどな。でも伝わってないならまあよかった、まだ隠せてる。教習高いになった、お、嬉しい。緊張しますね。でもそう、余裕はちょっと生まれてきました。萌えさんはなあちゃんって呼んでくれます。夏希さんは可愛いんですよ。私がとなんかこの前すれ違った時になんかいつも夏希さんは通りすがると「いそ!」って「いそ!」って呼んでくれて嬉しいし可愛いって思っちゃう。やばい、9時半だって、やばい、さすがに、さすがにやっぱもう私明日早いから、明日早いから、いや別にそんな早くはないけど、うん、でもやっぱ、あ、うん、寝ないと、寝ないと。そうなんです、嬉しいお気持ち。お時間ですよね、そうですよね、分かっております。はい、お時間です、お時間です。はい、
お時間です。じゃあランキング読みます。今来たばっかり。どこだっけランキング。あ、そう、もうダメだ、頭が動いてない。よいしょ、よし、じゃあ読みます、いきます。16位、まさふみ、ありがとうございます。15位、パック、ありがとうございます。そして14位、14位、ハッピー、ありがとうございます。13位、ピース、ありがとうございます。12位、わたちゃん、ありがとうございます。で11位、ゆかり、ありがとうございます。で10位、量産型パンダの帝王、ありがとうございます。9位、星犬、ありがとうございます。8位、やすろあき、ありがとうございます。7位、りゅうちゃん、ありがとうございます。6位、 OTGP、 ありがとうございます。ありがとうございます。5位、スイズミュ、ありがとうございます。4位、和久、ありがとうございます。3位、あきひろ、ありがとうございます。変わった。2位、かつや、ありがとうございます。で1位、おやじ T5 さん、ありがとうございます。変わった、大丈夫、大丈夫そう、どう、ねえ、なにこれ、かわいいんだけど、ありがとうねえ、ありがとうございます。めっちゃ可愛いチョコミント、私チョコミント大好きだから、ありがとう。ハズレとかあるんだよね。おお、ありがとうございます。皆さん2時間半付き合っていただきましてありがとうございました。こんなに長い配信を、はい、本当にありがとうございました。またやります。はい、そして練習頑張ります。皆さんも、体調には気をつけてゆっくりと休んでください、はい、ありがとうございました。またね、また会おうね、またね、おやすみ、おやすみなさい、おやすみ、またね、バイバーイ。